さん、朝のホームルームを始めますよ。おしゃべりはおしまいです。院長、号令。起立。礼。おはようございます。着席。転校生のフルデ羽生さんです。今日から皆さんと一緒にお勉強することになりました。フルデ、あれ、リカちゃんの親戚なの？そうなのですよ、僕の遠縁の親戚なのです。もう私もびっくりでございますのよ。リカに親戚がいたなんて知りませんでしたわ。いやいや、おじさんも知らなかったよ。まあ御三家筋は結構ややこしいからね。私の知らない縁戚がいたとしてもありえないことじゃないよ。でもやっぱりリカちゃんの親戚だよね。羽生さん、自己紹介をしてください。皆さんは静かに聞くように。はい、それでは羽生さん、どうぞ。リカちゃんと同じフルデさんなんだね。顔、フルデさんが二人になっちゃった。なら羽生さんでいいじゃありませんの。フルデさんって呼んだらリカも振り返ってしまいましたよ。なら決まりだね。あんたのことは羽生って呼ぶよ。私はクラス委員長の園崎ミオン。ミオンでいいからね。あはははは、北条里子でございますわよ。よろしくですわよ、羽生さん。そうだね。
スに馴染めるようにしてあげないとね。そっか、レナも去年は転校生だったんだよな。確かレナも転校してきた時は緊張したか。みーちゃんたちがすごく親切にしてくれたからすぐに馴染めたんだよ。まあね、ニューカマーを迎えるのも御三家の大切な仕事だからね。都合のいい時だけ御三家になるな、お前は。でもミオンなんかに世話になって馴染めたってのは確かにそうだ。なら今度はケイちゃんがお世話をする番ってことになるんじゃないかな。そうだな、レナだって転校生だったのにその次に来た俺に世話をしてくれたもんな。なら今度は俺が新しい転校生に親切にする番ってことだな。は一人一個ずつだからね。彼女の本質に迫るディープな質問をズバリ言ってみよう。さあさあ、一番は誰？好きな食べ物は何ですか？はあ、甘いお菓子はみんな大好きなのです。一番好きなのはシュークリームなのですよ。あら、それは素敵ですわね。私も大好物でしたよ。沖宮に美味しい洋菓子のお店がありますの。今度案内して差し上げましたよ。はいはい、男ども聞こえたね。羽生の好感度を稼ぐにはシュークリームだよ。安いやつより高級店の高くて美味しいやつが効果的。さあ次の質問は誰かな。ないならおじさんが好きな子のタイプとか聞いちゃうよ。レナも転校してきた時を思い出してるのか？え？他のことを考えてたな。羽生をお持ち帰りする算段でもしてるんだろう。そんなこと考えてないよ。羽生ちゃんがシュークリームが大好きなこととか、うちに美味しいシュークリームがあるんだよ、食べにおいでとか全然考えてないんだよ。はぁ、お持ち帰り。明日からいきなり不登校になったら、こりゃレナのせいに違いないな。はぁ、そんなのひどいよ。ねえケイチくん、なんだか嬉しいね。嬉しいよな、新しいクラスメートを迎えるのは。そうじゃなくて、この子たまに見かけてた気がするの。羽生か？引っ越し前の下見とかで来た時とかかな。レナって記憶力いいな。ううん、そういうのじゃなくて、羽生ちゃんはもっと前からいて、レナたちのすぐ近くでみんなで遊んでるのをずっと見てた気がするの。ずーっと。あれ、レナだけ？ケイチ君も気づいてたよね。
いや、俺は全然見たことはないんだが、レナは面識があるってことなのか？気のせいじゃねえのか？第一、羽生は転校生なんだぜ。村にそんなにしょっちゅういたはずないじゃないか。そうかな。たまに見かけたような気がするんだけどな。気のせい気のせい。羽生だってついさっき転校前は遠くに住んでたって言ってたじゃないか。でもレナは見たんだけどな。ほう。別にどうでもいいだろう。今はここにいるんだからさ。そうなんだよね。うん。あんなにもレナたちの輪の中に入りたそうにしていたから、仲間に加われてよかったねって。ではさ、こわもての上級生が転校してくるよりは自分たちと同い年くらいの可愛い転校生の方が嬉しいだろうしね。ケイチくん、最初の頃は緊張してたのか、なんだか怖そうな顔をしてたもんね。おいおい、そりゃひどいぜ。俺だってクラスに早く馴染もうとフレンドリーに接してたってのによ。どこがフレンドリーでございましたの？私、転校してきて早々にいきなりケイチさんにデコピンを食らってますのよ。それは転校初日の教室デビューの出花をトラップでくじかれたからだろうが。しかも椅子の背には画鋲で、机の中にはカエルまで入ってたぞ。転校生が職員室にいると聞いて様子を見に行った時、ケイチがとても緊張してるように見えたのです。だからサトコが緊張をほぐしてやろうと思ったに違いないのです。ひなみざわの先輩として気を利かせて差し上げたんでしてよ。ちぇ、絶対それだけはありえねえな。放課後は誰と遊ぶか、今頃引っ張りだこなんじゃないかな。でもやっぱり初日は疲れるもんだよな。きっと帰ったらバタンキューだぜ。違いありませんわね。さてさて、皆の衆、このところ私のバイトのせいでだいぶ長いことご無沙汰だったね。部活メンバーの招集だ！待ちかねてましてよ。ご無沙汰が過ぎると鈍ってしまいましてよ。ねえ、誰かの罰ゲームをかわいそかわいそしないと僕も退屈してしまいますです。負けないんだよ。久しぶりだから手加減なんかしないんだよ。どうやらみんな
欲求不満でだいぶエネルギーを持て余してたようだね。そうでなくちゃおじさんも叩き潰す甲斐がないってもんだよ。へへ、やる気満々みたいじゃねえか。だがな、あいにく俺の今日の調子は絶好調だ。しくじったなミヨン。今日もバイトに行ってた方が良かったと後悔することになるぜ。こりゃ生半可なゲームじゃみんなの渇きを癒せそうにないね。何のゲームで料理してやろうかね。探し物？どうしたの、羽生ちゃん。何か困りごとかな？かな？はぁ、そうしたいなら自分のお口で言うと良いのです。どうしたの、羽生ちゃん。レナにこっそり話して、相談に乗ってあげるよ。はおはお。お？何？もう一回言って。おじさんにも教えてよ。何なのよ一体。本当にいいの？どうしたんでございますの？もごもご言われては気持ちよくありませんでしたよ。僕も部活に混ぜてもらいたいのです。こりゃまだ驚いた。どこで誰におじさんたちのことを聞いたのやら。
僕も入れてほしいのです。僕も部活に混ぜてほしいなのです。よく自分で言えましたです。パチパチパチ。自分から好んで七に飛び込みたがるとは、こりゃとんでもない命知らずがいたもんだよ。でもね、うちの部活はそんじょそこらのおままごととは違うんだ。選ばれた者が試練をくぐり抜けた末にようやく入部を許される栄光の部活なんだよ。入れてください、はいそうですかってわけにゃいかないね。あのね、羽生ちゃん、みーちゃんの部活は見てる分にはとっても楽しいかもしれないけど、その、はあ、大変なんだよ。はあ、覚悟の上なのです。勝って当然、負けたらとんでもないことになってしまいますのよ。その覚悟は終わりですこと。はあ、僕も負けないのですよ。それに、かつての僕は負けるのが嫌で全ての勝負から逃げていましたのです。でも逃げることは負けることにすら劣ること。負ける痛みにくじけず戦い続けて初めて勝ちを得られるのだと教えてもらいましたのですから。羽生、へえ、なかなかどうして大した根性じゃねえかよ。どうだよミオ、せっかくだから試してやったらいいじゃねえかよ。入部試験。我が部にふさわしいかどうか、最低数週間の観察を経てようやく受けられる入部試験を転校初日からとはね。さてどうしたものか。レナとサトコが今話したと思うけど、うちの部は厳しいよ。勝って当然、狙うは1位のみ。間違って最下位になった日にゃ、生まれてきたことを後悔するような大変な目に遭わされるんだよ。でも僕も頑張るのです。でも罰ゲームだってとっても楽しいんだよ。ミオ、もったいぶらないで試してやればいいじゃねえかよ。俺だってそいつをくぐって入部を許可されたはずだぜ。そうですわよ。一つ羽生さんの腕っぷしを見てやろうじゃありませんの。羽生ちゃん頑張ろう。レナは手加減しないからね。僕だって手加減しないのです。僕は羽生にだけ手加減しないのです。よし、気に入った。フルで羽生、あんたに我が部の入部試験を許可するとなりゃ話は変わるね。羽生にも分かるゲームにしてあげないとね。どれがいいかな。お
こいつがいいかな。誰でもわかるゲームで行こう。トランプのジジ抜きはどうかな。望むところなのです。なかなか威勢のいい返事でございますわね。でも我が部のジジ抜きは一味違いましてよ。それと手加減は別の事件だぜ。あの時みんなが手加減なしで全力で俺を叩き潰してくれたように、俺も全力で叩き潰してやるからな。なあみんな、お覚悟なさいませですわよ羽生さん。さあさあ、部活メンバーの末席を望むならそれにふさわしいかを自ら示してみな。は、はいなのです。その手札を右から言うよ。エース3、4、7、ジャック、クイーン。思い知ったな、ハニューン。入部試験の洗礼を思い知れ。ケイチは自分の入部試験の恨みが混じりまくりなのです。ほらほら、ケイちゃん、そんなこと言ってていいの。ハニュー、ケイちゃんの右のカードで上がれるよ。キーボードで行くぜ。よくもこの俺を怒らせたな。アニュー、お前初日の下校からいきなり尻尾付きブルマの首輪付き四つん這いで帰宅したいのか。あらあら、それはむしろゲイツさんにこそ似合いましたよ。あ、僕もケイチに恥ずかしい罰ゲームをしてやりますのです。いい提案だね。おじさんはそいつになるよ。なんでいつの間にか俺包囲網が完成してるんだよ。上等だ。てめえら全員四つん這いで下校させてやるぜ。バンケットより後方、スピーチあと一人で乾杯に入ります。準備できてるね。
後方 OK です。内部全然聞こえないんで、スピーチが終わるタイミングでコールをお願いします。いいかい、各宅にビールは10本ずつだよ。ちゃんと自分の縄張りにスムーズに運んでね。どうして政治家ってこう説教臭いというか、若者軽視というか、こう偏るんでしょうね。簡単なことさ、政治家が一番欲しいのは票だ。票は有権者が投じる。だが20歳以上が全員投票するわけじゃない。投票率のほとんどは退職して時間にゆとりがあり、その分政治に関心の高い高齢者が占めている。となれば高齢者層をいかに取り込むかというのが選挙のポイントになるわけですね。うちのおふくろよく空襲の話をします。昔は水道橋のあたりに住んでて、空襲で家族を全員失って焼け野原を一人さまよったなんて話をいつも。そうさ、なるほど、政治家も票を取るのに大変なんですね。そういう主義主張も本心でしているなら一意見の主張として立派だと思う。だが彼らの票が欲しくて表向きだけ調子を合わせてる卑劣な政治家もいる。そういう迎合的な政治家が後を絶たない限り、
解雇主義は永遠に終わらないのさ。そうして若者とお年寄りの意識の格差は多分千年経っても相変わらず。簡単さ、若者がちゃんと選挙に行け、そして安易な迎合にごまかされずちゃんと政策を考えてるやつに投票しろ。実現可能な政策だぞ。ああ、いますね。明らかに実現不可能な公約を掲げてる候補者っています。あ、赤塚さん、F タクってあれじゃないですか。あのご婦人だな。行くぞ。私ですけれども、どちら様ですか。昨日お電話で約束させていただきましたのです。赤坂と申します。主人はね、ずっとずっと日本のためにと身を粉にして働いてきたんですのよ。それなのに奥さんの胸中深くお察しします。ご主人の無実が間違いなければ、必ずや裁判官は正義の判決を下すでしょう。大丈夫です。濡れ衣は必ず晴らせます。そんなのは分かっています。だって無実なんですから。でもね、判決が出るまで主人は持たないんです。お国のためにとあれだけ働いてきて、こんな気持ちで死ねなんてあんまりじゃないですか。あれじゃ死んでも死にきれません。赤坂さん、こいつはすごい資料です。金の動きが完全に網羅されてます。奥さん、この他には書類束のようなものはありませんね。ええ、主人の金庫に入っていた文書はそれで全てです。どうかそれで恩知らずな連中に一泡吹かせてやってください。あれだけ主人に世話になっておきながら。奥さん、この文章の内容には一部ご主人にとって不利益な内容も含まれていますが、それはご存知ですね。ええ、それは分かっています。政治はね、綺麗事だけじゃないんです。私だって政治家の妻ですのよ。ご協力を感謝します。この書類は必ず巨大な不正を暴くために使用します。一つだけよろしいですか。それを公表するのは主人が亡くなるまで待ってもらえませんか。わかりました。誓ってお約束します。
みんなご苦労さん。だいぶ外堀が埋まってきたようだね。特に赤坂くんが入手した資料は相当ショッキングなものだよ。ずいぶん苦労したでしょう。お疲れさん。ああ、いえ。室長、お疲れ様です。お疲れさん。立たなくていい。楽にしてくれ。諸君に今日は素晴らしいプレゼントを持ってきたぞ。カノー、お前を息子の授業参観に行かせてやる。やっぱりな。そろそろ頃合いだと思ってたんですよ。くそ。俺たちが今日まで操作してきたのは何のためだったんでしょうかね。膿を出す痛みがどの程度か測るためだろうな。その結果、痛みに耐えられない規模だということが分かり、荒領事を断念したってことだろう。資料の整理と引き継ぎについては今後向こうと調整していく。とりあえずみんな長く休んでないだろう。5時を待たなくていいぞ。引き上げて体を休めてくれ。残務整理は明日話し合い、あと振り替え休暇の消化をしよう。ちゃんと消化して神さん孝行しろよ。主査は俺と来てくれ。以上だ。じゃ、室長のお言葉に甘えますかね。みんな、今日は早く帰って休みな。こういう時、早帰りすると不倫の現場に出くわしたりしちゃうんですよね。バカだな、お前知らないだろう。赤坂さんとこは熱愛夫婦だぞ。毎晩別棟の公衆電話からラブコールかけてるの知らないのかよ。赤坂んところはいいよな。うちの女房なんてそりゃそっけないもんだよ。入江診療所。
沖の宮署でございます。すみません、そちらの刑事課に現在も大石クラウド氏は在籍されておりますでしょうか。もしもいらっしゃったならお願いしたいのですが。失礼ですが、どちら様でしょうか。警視庁の赤坂とお伝えください。大石さん、凱旋からお電話です。東京の警視庁からですよ。東京？そりゃまた遠くからはるばるどちら様ですかね。はい、もしもし、大石です。こりゃ懐かしい。どうです、お元気にしてましたか？ハハハハハ。